鬼は外、福は内、鬼は外、一人二人、福は内。明日2月3日は節分ですが、豆をまいてる場合じゃないかもしれません。おもろ演出やな。プロテインクライシス。国連は2050年には人口増加が原因で世界的なタンパク質不足が起きると予想。だから今、肉や魚に代わるタンパク源として大豆が世界から注目されているんです。こちらは去年発売されたその名も大豆麺。小麦粉の代わりに大豆を 50% 配合した麺で、高タンパク低糖質な食品として女性を中心に人気なんだとか。さらに今までにない大豆商品が開発されたと聞いて急いで調べに行くと、あ、これですね、これこれこれ、どれどれ、これが大豆でできた白身魚です。え、どういうこと、魚、魚を作る。日本ハムが来月発売するのは大豆ミートの進化版、大豆シーフード。魚肉は一切使わず、大豆など植物由来の原料で作られています。じゃなくて、え、これ大豆なの。風味が魚、これ大豆でできたってもう本当にわからないですね。海藻の成分を使って魚の風味を出し、1年かけて開発した独自製法で身がほぐれるような食感を再現したんですって。最近のですね、乱獲による漁業資源の減少に対する対応ということで、タンパク質の安定供給のためにシーフードにもチャレンジしようと、選択肢を広げるという取り組みというのは今後も継続的に必要になるかというふうに考えております。大豆の花言葉、それは無限の可能性。無限、本当ですか。ということで今日は無限に広がる大豆の世界を覗き見しました。調べようと思ったの、大豆の花言葉。ちょっと皆さん大変です。町の豆腐屋さんが減っているんです。確かに。その数30年でなんと4分の1に。そんな中で去年10月にオープンし、こだわりがすごいと話題の豆腐屋さんがありました。一体どんなお店なのか探りに行ってみると、え、本当豆腐屋ですか。緑ですね。コンクリート打ちっぱなしの店内に粋なインテリア。え、奥の作業場はブルーのライトに照らされ、ね、雰囲気はもはやおしゃれなカフェ。みんな白で統一して、さらにパッケージのデザインも海外で売ってそうな豆腐をイメージしたそうです。売ってそう、字幕にすなよ。町の豆腐屋さんっていうイメージがもっと変わっていってもいいんじゃないかなと思いますし、豆腐屋に来なかった人たちをどう呼ぶかっていうのはすごく考えました。豆腐屋さんなのに映えると写真を撮っていくお客さんも多いんです。おしゃれすぎてどこを撮っていいか。こだわったのは見た目だけと思ったら大間違い。そこが気になる。使用する大豆は青大豆と白大豆という日本古来の在来種で、生産農家が少ない希少な豆ですが、その濃厚な風味に惚れ全国から取り寄せています。ちょっと丸いですね。さらに豆腐を固めるために必要なにがりの量も通常の半分にすることで、大豆本来の甘みが際立ち、とろとろ食感に仕上げました。味がやっぱりちょっと濃厚で美味しかったんで、病みつきな味かもしれない。豆腐の種類も柚子やハーブ、とうもろこしなどなどバリエーションが豊富で、誰でも一つは推し豆腐が見つかるようにしているんだとか。へえ。一番人気の山芋豆腐を食べてみました。山芋豆腐、もう口の中に入れたらこう山芋のねっとりした感じから後味に豆腐の旨味がポッと最後に出てくる感じで、豆腐マジック、魔法ですねこれは。
テイク15ですか。今あえて豆腐屋さんをオープンさせこだわりの豆腐を作る理由、それは豆腐の本来の価値を伝えたいから。安すぎるのよ豆腐。すごく手間がかかる仕事なんです。やっぱすごい大変な仕事で、何十時間もかけながら一個のものを作るっていう商材なので、もっと価値と価格っていうのは上がってもいいんじゃないかなって思ったんです。もっと若い人たちが働きたくなるようなお豆腐屋さんだとか、朝早いし働きに来てくれるような場所であればいいなと思いました。世の中ラボ。突然ですが、世界でスーパーフードとして注目されている大豆食品テンペってご存知ですか。実は今日本にテンペ王と呼ばれる人物がいるとのことで、テンペ分からんのにテンペ王言われてるもん。テンペ王に会いにこんなところまで来ちゃいました。滋賀県大津市の雪深い山奥に佇むこの建物がテンペ王の城です。テンペ王の城かっこテンペ工場。もしかしてテンペ王ですか。あ、はい、テンペ王です。いいね、これ自称する感じ。テンペ王ことインドネシアの方なんですか。へえ。20年前、日本で初めてテンペ工場を作ったテンペ界では有名な人物です。京都やったんや最初。早速王自らテンペを見せてくれました。これテンペですね。テンペです、はい。今から30時間ぐらいまた白くなります。あ、これがもっと白くなるんですか。はい、発酵ですね。あ、そう、発酵させて。そう、発酵させて。テンペとはインドネシアが発祥で、大豆とテンペ菌を混ぜて発酵させるインドネシアの納豆とも呼ばれる食材です。スーパーフードとも呼ばれるそのゆえんは、高タンパクなのに低カロリー。そしてテンペ菌で発酵させることで食物繊維も増えますし、ビタミン類も増えていくので、栄養的にはスーパーフードって呼ばれるんだろうなっていう感じがします。奥さん、テンペは様々な食べ方ができることも注目される理由の一つ。今回はベーシックな料理天ぷらでいただくことに。テンペだけに。テンペラですか。テンペラ。誰も拾わなかった。ダジャレ。チーズみたい。これちょっと発酵感が若干ある感じに、クリーミーな感じがします。美味しそう。うん。ちなみにこちらのサンドイッチに挟んだテンペは照り焼きチキンのような味わいに。臭みとか粘りとかいわゆる癖がないのに、普段は発酵食品苦手な人とかでももう全く問題なく食べられる。30時間の軽めの発酵ってことですかね。この工場では1週間で7000パックものテンペを製造。大手のホテルや全国のアジアンカフェなどにも卸されていて、お肉の代替食材などとして意外と身近なところにも広がりを見せています。塩味があるんですか。塩味が結構最近売れてますか。結構と言いますね、はい。給食ですね、あれも来ますなつもんです。確かにいい教材にもなる。2年ほど前から全国で需要が増えてきたというテンペ。しかしなぜこんな山奥で作っているのでしょうか。山は自然の味噌、由良の味噌はやっぱり美味しいですね。こだわったのは水でした。平山系の天然水に惚れ込み、その麓に移り住んだルストノさん夫婦。自分たちで山を切り開き、工場も自分たちで建てました。そこから20年越しでブームの兆しが。SDGs のこととかもあって、お肉を少し離れてみようかみたいなところもあったりして、そういうところでその大豆を使ったものということでだんだん広がってきてるんじゃないかなと思います。時代がテンペに追いついてきましたね。日本の食卓に並ぶ日もそう遠くないのかもしれません。
Thank you.